素体コア、ベンチへのセット完了。活性レベル 35.72、36.18、37.95。安定値内です。キミラへの形質転換は認められません。状況了解。パーティクルガンの準備完了を確認。いつでも行けます。始めよう。アストラルチェーン起動、拘束を開始して。それで次の候補者は？はい、候補生からではなく刑事局へ入局したばかりの2名に目星をつけています。ほう。例のマックス隊長が世話をしている双子のお子さんです。検査の結果、他の候補生とは比較にならない適正値を叩き出しました。特務局への移動についても手続きを開始しています。うん、なるほど。はい、皆さんこんばんは、スカイゲーミングの M です。いやー、まずはアストラルチェーン発売おめでとうございます。開発者の皆様もお疲れ様でした。今日からですね、こちらの方のプレイ動画の方をアップしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。とりあえず女性でいきましょうかね。キャラクターデザインされてる桂先生って、
ウィングマンとかゼットマンとかお書きになられてるんですけども、女性の描写が上手な方で有名なので、できればね、そういうところも楽しんでいただければと思いますね。いろいろ髪型とか目もですか、肌の色なんかカスタマイズできるみたいですね。はい。ですが宇宙はオリジナルで行ってみたいと思いますので、よろしくお願いします。それで二人は今どこに？先ほどセントラルシティでゲートが確認されたとの情報が入りました。それに伴い署内で出動の要請が出ていましたので、彼らもそちらではないかと。ちょうどいい。早速実践テストを行うとしよう。ですが彼らにはまだ何も。構わん、使い物にならなければそれまでということだ。我々人類には立ち止まっている時間など残されてはいないのだよ。よし、行きますか。これも動かせる感じですか。あ、移動と。現在第36地区セントラルシティ全域でゲートの出現を多数確認。各位、関東エリアの市民の安全を最優先しことに当たれ、被害が広がる前に全力を持って排除せよ。繰り返す。ハイウェイをクランアベニュー方面に移動中の隊員に告ぐ。道路上に放置された車両多数、注意をされたし、付近のレッドシフト進行度はレベル2、市民と変異体化も確認している。変異体についてはユニオンから処分許可が出ている。実行については現場判断に任せる。以上。了解しました。こちらアキラハワーズ、現場に到着しました。何状況を報告します。汚染により変異体が増殖しハイウェイを占拠している模様。道路上に複数のゲートが出現、避難途中の市民の大多数が汚染されたと思われます。この人数では対処が間に合いません。至急応援を。こちら本部、現在特務局権限により戦力をセントラルシティ中央部に集中させている。状況が終了次第こちらの応援に向かう。それまで持ち込んでいてくれ。おい、それ本気で言ってんのか。じゃあ応援が来る前に全滅しちまうぞ。てか聞いてるんだろ、あんたはチンタラチンタラどこ走ってんだ。すぐに合流しろ。いいな。これセリフが多くていつ喋っていいかわかんないですね。危ない。とりあえずちょっとクリアしたみたいですね。セーブ。まあそうですね。はい。ちょうどいいところに来てくれた。すまないが手を貸してくれ。
けましょう。ダメだ、体が思うように動かない。ヘリのところまで運ぶぞ。ついてきてくれ。なんか死亡フラグじゃないですよね。頑張って。倒しましょうか。攻撃回避。あ、まだレギオンいないんですね。そうですよね。さっき、喋るタイミングが危ない。ロックオン。ロックオンって撃つんじゃないの？そうですよね。いいのか。殴る時もロックオンしますもんね。なんかいい感じですね。意外と苦戦してますね。届いてないのかな？なんか敵が多すぎて、どこにいるかが、あの右上敵出てます？場所。変異体の殲滅。クリア。怪我はないか？これを渡しておく。よかったら使ってくれ。聞こえるか？まだこっちに来られないのかよ。今の墜落現場へ向かってやつだ。行ってやってくれ。気をつけてな。保有品と支給品、使用可能な早い。まあアイテムが2種類あるっていうことですね。あ、回収されます。ショートカットのメニューで保有品を。早い。終わった。読んでました？大丈夫でした？じゃあ OK です。あれ、話しかけられるんじゃないですか。はい、あ、読めばよかったね。すいません、頭の中で読んじゃいました。ここは大丈夫だ。落ちたヘリが気になる。大丈夫か？しっかりしろ。大丈夫だ。ただ足をやられた。立てそうにない。
今のは BB025 汚染度が急激に上昇しているがどうした。適正個体と接触。ただ相手の姿が確認できません。しっかりしろ。変異体がどこかに隠れているだけなんじゃないのか。いずれにせよ危険な状態だ。早く戻ってくるように。以上。待て、勝手に消えた。事件は現場で起きてるんだ的なことですかね。このままじゃ俺たち。危ないところだったな。親父、安心してる場合じゃないよ。マックス君、彼らにレガトスを渡してやりたまえ。おい司令、それってどういうことだ。生身ではキメラとは戦えん。これは命令だ、マックス隊長。すでにそのレガトスには彼らのパーソナルコードを登録していく。なんてこった。それがありゃお前たちもレギオンを扱える。できることなら巻き込みたくはなかったが、そうも言ってられねえ。死ぬんじゃねえぞ。キメラの殲滅。そいつは最新鋭の生態兵器レギオン。
俺たちの心強い味方だ。なんか変な感じ、感覚が直接伝わってくる。うまくリンクできたようだな。なら目の前の化け物も見えているだろう。そいつはキメラ。俺たち人類の敵だ。キメラ、人類の敵。さっき渡したのが対キメラ用の装備レガ。そのデバイスが我々とレギオンをつないでくれる。繋がることで敵の姿を認識できるようになるんだ。レガッツは警察手帳のようなもので、様々な機能を持っている。例えば。ちょっとそんな説明は後にしなさい。聞いて、レギオンはキメラを自動的に攻撃してくれるわ。とりあえず猛獣と猛獣使いの関係だと思って、私たちは状況を見て手綱を引くだけだが、気をつけろ。レギオンはちょいと厄介なやつでな、長時間使い続けると暴走する危険性がある。こまめにクールダウンしてやれ。それ隊長が一番苦手なやつじゃん。でもそんな人のためにリミッターが用意されている。だから安心して戦っていいぞ。くそ、お前ら戦いに集中しろ。なんかさっきクルクルってやつ、あ、それ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 、チューってやってないのにできるんですね。これボスですかね。気をつけろ。さっきまでのやつとは威圧感が違う。ボスっぽいですね。足場が不安定になっているな。崩れる前にさっさと終わらせるぞ。了解です。飛ばすのもできるんですね。なんかやばいのが来てますね。
キメラの殲滅クリア。おい、大丈夫か。ヒヤヒヤさせやがって。初めてにしちゃう上出来どころじゃないわね。隊長より全然うまく扱えてたんじゃない。そんなわけねえだろ。それにしても最後の動き、まるでレギオンとお前がシンクロしたように見えたな。はい、わかりました。今の奴らで波は引いたようです。一度本部へ戻りましょう。お前たちも一緒に来るんだ。説明は後にしよう。ということはこれでファイル1終了ですかね。じゃあ本日はそろそろお時間よろしいようなので、また次回アップさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。またチャンネル登録もよろしかったらお願いいたします。スカイゲーミングの M とスカイがお送りしました。バイバイ。